咪眨眼啊！今次呢条片应该系我哋热归日本最重女嘅一条片啊！我哋废话少讲啦，即刻 go go go！ 为咗支持热归日本继续卖干，请大家 follow 埋我哋嘅 Instagram， 粉丝数5000人达成嘅话咧，就会推出 Instagram 特别联动企划。大家好，我是熱姑。啱啱过去咗嘅星期一是日本嘅成人之日。众所周知，熱姑今年21岁。2021年因为疫情停办咗成人式嘅关系，好可惜，熱姑无缘参与自己嗰届嘅成人式啊。我同朱姑奶就去咗池袋举行成人式嘅会场外面，帮大家及女啊，系帮大家恭祝一众新成人成人节快乐。朱姑奶，点啊，叶姑？应该今日咧就系全年咧最多呢一个和服美女嘅一日啦，仲要系20岁，博博博翠。点解咧？男仔都唔错喎，男仔。因为真靓啲咯。因为今日系日本嘅成人日。成人式，咁佢哋過咗今日之後咧，佢哋就可以飲酒啊，可以食煙啊，係咪？係咪可以食煙？啊，係喎，食煙都得，食煙都得，同埋咩啊？入特設康啊，入喂，全部衰嘢嚟喎，可以賭錢啊，可以買馬啊，係喎，可以買馬喎，全部都係衰嘢，唔係飲酒唔係衰嘢，飲酒唔係衰嘢，睇個皮有金箔添啊，哇，誒，時間可以。我哋嚟到呢個場地，因為咁啱係其中一個成人式嘅場地，所以係最多，應該附近最多20歲美女集合。哇！呢個超可愛，超可愛。哇！男朋友嚟㗎，會唔會睇下？男朋友都好有靚仔啊！睇咗啲咯，我哋應該去送花嘅。哦，好啊。哇！好靚啊！好多和服妹子啊！超得意喎！佢個波，等下好得意啊！哇，但係啲男嘅都好靚仔喎，男嘅個和服啊，勁靚仔啊！呢個白色頭髮呢個，係咯。我知道有樣正面嘢啦。咩啊？佢哋20歲可以投票。哦，頭先都有諗住講嘅，但係諗下我，唔係我咁啱見到呢度。佢哋係分學校嘅喎，係咯。哦。全部都是豐島區的中學啊，原來。係啊，因為不同區咧就係唔同區噶。哦，你即係我明新宿區就去翻新宿區嗰個啲會場。哦，好多和服妹子啊，漂亮嘅和服妹子。漂亮的男仔咧，即刻就覺得咧，好似冇咁咩啦，係咯，就西裝。係啊，男仔淨係得西裝咧，好似唔夠。唔夠吸引，唔夠特別咯。平時翻工見得多。係啊。即係因為第時長大咗都係咁嘅樣子，好衰！長大咗都係咁嘅樣子，細我哋一年。我哋舊年就過咗我哋嘅成人式啦。係啦，咁舊年新鮮滾滾啊，過完成人式，今年就心虛係啦，冇聲虛，完全冇聲虛。呢度就有一個攝影台啦，就可以俾啲人咧同啲家長咧一齊喺度影張相留念，即係話俾佢聽。令我四年祝你成人式快乐啊！我个女大个啦，大个女啦，可以饮酒啦，可以赌马啦。讲翻正经嘢先，成人之日嘅起源咧系源自1946年，祁玉县而家嘅缺市，当时咧叫做青年制，再逐渐普及到日本全国，喺1949年之后定为1月15日。再在2000年咧，将成人之日正式改为每年1月第2个星期一。成人之日咧会在各地举行成人式，当日咧街上面会随处可见年轻女子着住和服的光景，佢哋会以又靓又华丽的姿态去参加成人式。另外，日本会由2022年4月开始，将成人的法定年龄正式改为18岁，所以下年的成人式很大机会会是18、19、20岁的人一起举办。如果真的这样，到时三代同堂一定更虚撼啊。在訪問緊，我哋不如都揾啲靚妹妹訪問咯。好啊，嗰些知道咩地多嘅啫嘛。
听闻日本女生都会用巨额去为今日参与成人式自装 set 头同埋化妆。我想问下你哋今日一共用咗几多钱呢？啊，そうですね。なんかレンタルっていうか借りてる人はなんか割と半額とか抑えられるんですけど、なんか買ってる人とかは100万とか買ってる人はですけど、あ、これはレンタルなんで、はい。それでも5、60万とか。50万もかかりましたか。ヘアセットを込めて。ヘアセット、はい、それも込めて。全部込めて。結構かかりますね。はい、ご清聴おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。80万ぐらい。わかんない。理科知らない。私もわかんないんですけど、多分この、ね、買ってるんで、このレンタル。レンタルで、お下がりで。ってことは、お母さんからお下がり。ひいおばあちゃん。ひいおばあちゃんからみんな来てる。味が出てるんです。いとこのお姉ちゃんから。あ、すごい味が出てる。味が出てる。美味しそう。出てる。美味しそう。成人になって、まずはやりたいことは何ですか？成人だって、はい、みんなで飲みたい。いいね。二十歳になった人たちが一緒に飲みたいです。やっぱりお酒ですね。お酒、ね、お酒だ。昔のことはね。やっぱお酒ですね。お酒親孝行です。親孝行です。変わりますか答え？変わりました。親に現金プレゼントです。あ、親にお花を。お花畑お花をあげます。ママに。それは何ですか？親に感謝とか。しっかりしてます。親に感謝。はい、じゃあ私も親に感謝です。お酒ではなくて。そっか、お酒もそうですね。でもね、2人ともまだ19なんで。あ、そうなんですか。今日はギリギリ飲めなくて、2人とも同じ誕生日なんですけど。そうなんですか。19日で20歳になる感じ。はい、あ、今年。今年1月。はい、1月19以降は飲める。もう飲める。チーズ。系咪好开心咧？咁今日条片就嚟到呢度。如果你中意条片，请你高抬贵手，指赞好、订阅同埋留言啦。咁我哋下条片再见啦 ，Goodbye。